どうもどうも、マスです。はい、始まりました。今日がですね、買い付けに行っております。まあ、買い付け動画はね、かなり久しぶりではあるんですけれども、着ていく前、古着屋は何を話すとんやということで、今回動画を回しております。まあ、いつも緩い感じですが、今日はいつも以上に緩い動画になるであろうと僕は思っております。まあ、理由もね、買い付けっていうサムネで出してるくせに、そんな大した内容今から話せるかどうかやな。話すこと決まってないですね。決まってない。ほんまもうフリートークっていう。僕とガクが買い付け前にこんな会話しとんやろっていうのをとりあえず流す感じの緩い動画でございます。はい。でもうちの店舗は買い付け週1ぐらいで行っとるけどさ。うん。買い付け前俺とガクが話しとることといえばなんかな。今週だからその何が売れて。が売れてるのかパンツが売れてるのかとか、あとはそれこそなんかお客さんから聞いて、あこの人これが欲しいって言ってたんで、なんかじゃあこれちょっと見てみようかとかもまああるじゃないですか。まあ需要に沿ったものはなんやっていう会話をするな。あこれ撮影してるんが12月前ではあるんですけど、何系が反応いいやろうね。ニット？靴はだいぶついてきたっすもんね。そうやな。やっぱ気温が下がったっていうのもあるし、うん、俺がよく聞くのはとりあえずあったかい服が欲しいです、うん、ってなった時にやっぱニットは必須よね、うん、ニットもそうやし、あとうちのお店はレザーもすごい、うん、レザーが一番動くな。そうですね、アウターでやったらダントツでレザーじゃないですか。うん、ロングコートとかも割と売れだしたな。確かにロングコートね。もう今1個だけあるのか。1個だけあるけど、スプリングコートみたいなもう薄いやつ入れたけど全部入れたな。うん、まあでもアウターは基本やっぱブラック系が反応いいっすね。まあまあそうですね、カラーかなっていうか。まあてな感じで買い付け前はいった感じで何が売れたかとかガクと話して何を入れたらええんちゃうかみたいな会話をしております。まあそれ以外に俺とガクが話しとることといえばワールドカップですね。まあさっきもちょっと話しましたよね。まあ僕は正直すごいミーハーなんで。え、これワールドカップの話していいのですか。いいよ。うわっ、危ない危ない危ない。逆これ多分投稿するん12月頭になるけんさ、うん、もうどうなってくかちょっと予想言っとってよ。そんなん話しちゃっていいんですか。いけいけいけ、語ってくれ語ってくれ頼むけん。俺見てるしょるけん。2月頭かどこまで終わってるだろう。予選リーグ多分ね、12月それこそ頭ぐらいに終わるんですよね。うんうんうん。で、日本が、現時点では今日本が2位なのかな？予選リーグ。うんうん、スペイン、コロン、コスタリカ、ドイツ。うん。コスタリカ戦が負けた後の動画、今撮ってるのが。うんうんうん。次がスペイン戦ですよね。うん。スペイン戦は何としてでも、勝ち点1は絶対に取りたいんで。勝ち点1か、まあ、良くて3。3取れたらもう、確実に決勝リーグ。コスタリカの結果次第ですから、日本とスペイン戦と同時刻にそのドイツとコスタリカ戦みたいな。だから、まあ、テレビで今回スペインでアベマでドイツとコスタリカをダブル視聴しようかなと思ってますけど、そういう人多いと思います。僕なんでほぼ自力で突破するのはちょっと難しいんで、ドイツとコスタリカ戦の結果次第のところもあるんで、どっちも。どこが優勝すると思う？かける？なんか書ける？俺全然どこが優勝するか分からないけど、分からん。スペイン。おえー、スペインな。え、じゃあダメや、日本。いや、そうですよ。あ、まあけどスペインはもうほぼ今ん勝ち点4か。じゃあ僕はネイマールが怪我してるということでブラジルで。そうですね、ごめんなさいって言ったから。うん、知らんもん。俺日本以外の試合知らんもん。そう、最初は俺大会始まる前まではブラジルやと思ってたんですよね。うんうん、この試合を見てるとドイツ対スペインもめちゃめちゃ試合面白くて、うん、あの試合内容をやったら優勝あるんちゃうかなって感じですね。個人的にはすごいポルトガルが好きで応援してるんですよ。だからポルトガルにワールドカップ優勝してほしいなとは思うんですけど、うんうん、まあちょっと試合内容見てる限りじゃちょっと厳しいかな。あ、そうなんや。そう、なんかまあポルトガルとかアルゼンチンもそうなんですけど、やっぱメッシとロナウドがいるんですよ。だからもうその人だってめっちゃ見てきますよ。そう、その人頼りになっちゃうんですよ。ポルトガルやったらそのロナウド頼りになっちゃう。悪くはないんですけど、そのサッカーその選手
チーム力があるってことですね。そうですね。ドイツもそうなんですけど、それは。ほうほう。ドイツもめっちゃすごい有名な選手ばっかなんですけど、うん、なんかほんまにスーパースターみたいな選手がいないんで。なるほど。こんな能力が高いというか。そうですね。もうほんまに、まあ、ポルトガルもそうなんですけど、まあ、アルゼンチンもそうなんですけど、言っちゃえば。もうサッカーのロナウドがいるといないじゃ、ちょっとだいぶサッカーで変わるんで、ポルトガルは。僕、ロナウドがすごい好きなんですよ。好きなんですけど、ロナウドがおらん方がすごいいいサッカーするんですね、ポルトガルって。そうなんや。けど、まあ、多分ロナウドを外すっていう感じにはならへんし、外したら、逆に泣きはするっすね、俺。へぇー。大丈夫、叩かれん、ロナウドファンに。だけど、俺もすごいロナウド好きなんですよ。なんで、こんなこと言いたくないっすけど、サブでほんまに後半の負けてる途中から入れるとか、点は取ってくれるんで、そのワールドカップっていう大舞台にすごい強いんだよな、ロナウドは。だけど、調子じゃちょっとスタメンで使うっていうよりかは、サブとして使った方が、ポルトガル時代もいい気はしますね。へぇー。お前、古着より語るやん。それぐらい語ってくれよ。 YouTube 毎回こうやって企画撮るときに、何の企画撮るって言ったときに、いや僕ワールドカップの予選の予想とかだったら全然今すぐにでも撮りたいです。ワールドカップ愛が強すぎる。そうですね、うん、ほぼ見てます。すごいよ、見る試合は。まあっていうわけで買い付けに向かっておりますが、はい、すごい雨が降ってきました、ね、雨が降ってきましたね、うん、雨といえば何か思い出す出来事はありますか？雨といえば、うん、なんかあるんですか？俺雨は結構テンション上がるんよね。俺も好きですよ。嫌いじゃないです。なんかね、野球やってたっていうこともあって、そのよっしゃ今日の試合ないとかで、うん、そうテンション上がるんよ。もう監督がめちゃくちゃ強い高校とばっか試合組む高校だったんですけど、それがすごい嫌で、ゴーゴーって嫌やん。学は強豪のサッカーだったんか。いや、全然。ああ、ほうなんや。俺らの高校は、なんか、一個上はすごい強かったんやけど、うん、なんか台風の警報の日とか、俺めっちゃ嬉しいな。ああ、まあ、学校行かんでいいかな。そう。にしてんの、友達に連絡して。逆に雨ちょっと嫌でしたよ、ね、サッカーしてるときは。ああ、ほうなんや。うちのサッカー部、雨やったら、その、中でいいな、ね。ああ、なるほどな。それが結構きついんですよ。あ、そうなんや。筋トレとか、まあ、階段出しとかもそういうやつ。それが外の日も全然走るんですよ。てか俺この間聞いてびっくりしたんやけどさ、ガクこの感じでサッカー部のキャプテンだったんですよ。マジでビビった俺。マジでそれずっと言ってましたよ。いやいや俺知らなかったって。ガクキャプテンなん心配やな、そのチーム。なんで大体サッカーって、春と冬にその大きな大会が2つあるんですけど、うん、3年生って春で引退しちゃうっていうのに出るんですよね。原で。そう、うん。2年生の時に、この1個上の先輩が、春で辞めた人が割と多くて、まあ3年生残ってる人ももちろんいるんですけど、で、その時のキャプテンとかも残ったんですけど、お前がキャプテンやるって、2年生の時のキャプテン。やば。なんでやば？弱かったんや。だけどね、まあ、弱くもなかったかな。監督さんが結構有名な人で、国体の監督やってる人でしたか。え、すごいよ。まあ、自分の学年の中でもすごいリーダーみたいなやつがいるじゃないですか。うん、なんか僕の立ち位置的には、なんかフルキャプテンみたいな感じだったんですよ。ほう。まあ、学年の中でもね。で、その1年生の大会があるんですけど、1年生。それもそいつがキャプテンやっとって、うん、なんか僕がフルキャプテンみたいな感じだって。うん、だけど、その、上の代の春の大会が終わってから、教官室に呼び出されて、うん、学位教科論前がキャプテンやる。そうなんよ。嫌ですって言わんかったの。まあ、断る理由もなかった。おお、なるほどな。俺、かっこいいこと言うよ。どうなってましたよ。ガチでどうなってました。ガクが年下に対して。ガク、年下で厳しいからな。あまり。上下関係がやっぱすごいあったので、そういうとこは確かにそうかもしれない。確かな、部活動やってるあるあるやな。そうですね、上の先輩にはもちろんペコペコしますし。嘘つけよ。俺の友達全員にお前舐めてかかってるけど。なんかね、俺ね、1個上より2個上の方がすごいなんかね、接しやすいんですよね。俺の兄ちゃんが2個上なんで。あ、そういうことか。そうです、マーシー君と同い年なんで、うん、その兄ちゃんのその友達とかもすごいよくしてくれてたんで。ガクも末っ子やから下ごらんもんな。ああ、そう。年上の人は、年下の人よりもすごい接しやすいですね、俺的には。まさかの4人兄弟でまさかの2人とも双子っていう。あ、ね。これ初めて言うんじゃないですか。うん、多分知らん人がほとんどやとは思うんですけど。ガクは4人兄弟の末っ子で、兄貴が双子。うん、で、2人の兄貴も双子らしくて。
そうですね、4人全員オタク、全員サッカーやってました。マシュ君は兄ちゃんと姉ちゃんですもんね。俺は兄貴とお姉ちゃんですね。いや、マシュ君も末っ子か。俺も末っ子やな。なんか最近末っ子っぽくないって言われるようになったけど、俺学生の時マジ末っ子っぽいねってめっちゃ言われよって。末っ子っぽいねってなんすか。うん、なんやろうな、なんもせんからな。お任せ、すごい楽やん。誰かが動いてくれたら楽やん。あとすごい頑固やね、末っ子は。あー、そうなんや。末っ子の典型的な特徴って言いられやすいと思う。なんか目上に対して。なんか俺もそんなイメージありますね。なんか長男とか次男でしっかりせなって感じがあるやん、うん、抜けてる部分がそんな見せれんやん、他人に対して。でも末っ子って素のまんまでサッといけるけん、なんか気に入られやすい。確かに確かに。古着の話から末っ子の話まで話題が広がりましたが、違う、すごい服の話に戻すと、うん、前に誰が来たとかもすごい話すじゃないですか。ほうほうほう。今日撮影してる前の日が僕は休みだったんですよ。だからさっき話しとったのは、昨日誰が来たんですかとか、で誰がこれを買ったんですかみたいな話をしますね。確かに共有するね。そうです。互いにワンオペ一人で営業する日があるんで、その時になんか初めての人なんやってならんようには心がけておりますね。ちっちゃい店舗ではありますが、結構来てくださるんで。まあでもなんか秘密的に僕の記憶力っていうのがなくて、あんまり覚えれないんで、セレクトショップとかはなんかあのそういうお客様名簿みたいなの巡ってね、 あれ名前なんて言ったか忘れたけど、そうなんならハガキまで送るんよ。ああね、そうっすよ、ね、年末年始とかに LINE グループ作るかも。今回これが入荷しましたって LINE そこで流すんです。そうそうそう。うちのお店の公式 LINE とか作っていいんじゃないですか。確かにインスタのさらに層が深いバージョン、間違いない。それこそ昨日告知したさ、ヴィンテージウィークがあるやんか、うん、ヴィンテージウィークが終わった後の企画とか俺ら何も考えてないやんか。26からその年末最後の営業する日までしたいですよ。その期間にそう、ゆるく営業できる何かあれば、まあ、絶対人は少なくなるんですからね。でみんな帰るとかでそういうし、そうそう、地元にな、忘年会したいな。年始と年末どっちが好き？俺は年末っすね、圧倒的に。俺も圧倒的に年末なんよ。今年やったなって感じで、ね、あのみんなでフリック、ね、間違いない。うん、今年は香川帰るんですか？香川帰る、ガクと帰ろうか迷っておりますが、ガクが ねまだちょっと分かんないんですよね。そうね、なんか自己紹介動画とかやっとるけど、自己紹介動画出してくださいっていうコメントとかもあったっすけど、なんかちゃんとした自己紹介動画って出してないんじゃないですか。2000人行きましたっていう時に自己紹介しますとか、なんかチャンネル登録何人行ったけん何々します、ね、自己紹介しますみたいなサムネのタイトルではやったことないな。まあ、僕が香川県の高松出身で、ガクが滋賀の森山市出身。森山市です。森山市です。高松ってすごい有名ですもんね。高松有名やな。県庁所在地ですもんね。え、なんて分けて？県庁所在地。じゃあね、県庁所在地やで。そうそう。香川といったら高松ですもんね。間違いない。四国といえば高松、日本といえば高松でございます。ということで、ファミリーマートに到着しました。僕らの買い付け動画は、買い付け行く前に話してる会話はこんな感じでございます。ちょっとでもいいなと思っていただけたら、チャンネル登録、高評価、コメントの方、お待ちしております。はい。それではまた。ご視聴ありがとうございました。ベース、インスタグラム、チェックよろしくお願いいたします。次の動画もお楽しみに。See you!